プレミア3、お次はフォレストの勝ち点4剥奪を決定。ノッティンガムフォレストは、プレミアリーグの収益性と持続可能性の規定に違反したとして、4点の勝ち点処分を受けました。処分の決定が確認されました。マンチェスターシティはいつ減点されるんだよ。フォレストは勝ち点4減点か、エバートンが6、シティとチェルシーはどうなるかね。フォレストは4ポイント減点だからシティは460ポイント減点になるのか。マンチェスターシティ不正裁判明日判決出せ。なお、くしくもこの処分のおかげでルートン橋岡は残留権に浮上。フォレストには悪いがルートン残留あるぞ。ルートンが急に降格圏出ててびっくりした。フォレストも引かれたらしいね。ルートンほんと頑張ってたから嬉しいねー。あと少し勝ってエバートン、リーズを巻き込んでほしいな。勝ち点処分のせいで残留争いカオスになってて草。これシーズン中にやるべきことじゃないよな。今から異議申し立てしたら最後にその申し立てによって残留とかになったら変だろ。残留するかどうかだとモチベ変わってくるし。ほんま界のチームには厳しい処分するんやな。しかもこのタイミング、どこぞの水色のチームも、もちろん最終節前に勝ち点剥奪するよな。油にまみれたクソリーグ。シティの判決まであと30年だってさ。